おはようございます。3月12日火曜日の朝です。今日はまだ雨は降ってないんですけれども、雨の一日になりそうです。ゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。ゆっくりと呼吸をして、体のどこが大きく動いているのかを観察してください。骨盤もぞもぞ動かしてください。股関節はどう動いていますか？動きをやめて股関節の高さ、左右を比べてください。頭を左右に傾けてください。では右を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。ゆっくり優しく左足を右足の上を滑らせて、左膝が顔に近づいてきてください。ゆっくり戻ります。で、戻るときは最初の位置までしっかり戻ってください。ゆっくり優しく右足のレールの上を左の足が滑って、膝が顔に近づいたり戻ったり、膝は天井の方に浮いてこないようにしてください。床と平行に動いていってください。なんとかこの動きを繰り返してください。体の他の部分にはどんな動きがありますか？尾底骨から頭蓋骨までつながっている背骨を想像してください。膝が顔に近づいていくとき、背骨は丸まっていきます。もちろん膝と顔をくっつけようとしないでください。方向だけ。ゆっくり戻ります。背骨が丸くなったり真っすぐになったり、呼吸は止まっていませんか？顔も膝を見ていってください。
どこかに力が入ってるなと思ったら、戻った時に一旦ゆっくり呼吸をして、力が抜けたなと思ったら、またその力が抜けたまま抜けたまま、膝が動いていったり戻ったり、ももやお尻がひくひくいったら、もうその時は戻ってください。左手を少し腰の上あたりに当ててみてください。で、この動きをやると、背骨が丸まったり、まっすぐになったりするのがわかるでしょうか。この手で感じてくださいね。では、最も膝が顔に近づいて背中が丸まったところでストップしてください。手は楽な位置に戻してくださいね。で、顔が膝を見たり、ゆっくり頭の先の壁を見ていったり、優しく優しく頭を天井に向けて転がすのではなくて、膝を見ていったり、頭上の壁を見ていったり、優しく優しくゆったりと、首だけで行こうとせずに、背骨を想像しながら、ではゆっくりと顔と膝を元の位置に戻してください。ゆっくり呼吸をして、また左膝が顔に近づいたり戻ったり、背中の動きは少し変わったでしょうか。では、ゆっくり動きをやめて、仰向けになってください。床に体を預けてください。右側と左側を比べてください。床についている面積とか、股関節の高さどうですか？右と左と床との距離を比べてください。どちらが床に近いでしょうか？では、左を下にして同じような体勢をとってください。優しく優しく、右膝がずっと左のすねを滑って顔に近づいたり、ゆっくり戻ったりしてください。最初の位置までしっかり戻って、呼吸を2回くらいして間を取ってください。力が抜けたなと思ったら、またゆっくり動き出してください。お腹をへこませるようにして、膝が顔に近づいて戻ります。お腹の上にそっと右手を乗せて、お腹が柔らかくへこんでいくのを感じてください。そしてゆっくり戻るときは、少しおへそを突き出すように
おへその位置が変わるのを右手で感じながら、この動きを何度か繰り返してください。決して無理せず、どこかの筋肉がひくひくブルブルしたら、その動きはちょっとやりすぎだと思ってください。その手前で戻ってください。楽に膝が顔に近づいたところでストップ。顔は膝を見たり、頭上の壁を見たり、その時にもお腹は柔らかく柔らかく、ではゆっくりと元の位置に戻ってください。ゆっくり呼吸をして、体の力が抜けたその感じのまま、また膝が顔に近づいたり戻ったり、はい、では動きをやめて仰向けになってください。床に体を預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて、体と床との接地面に何か変化はありましたか？お尻をもぞもぞ動かしてください。股関節の動きはどうでしょう？最初に比べて少し動きやすくなっていますか？では股関節の動きをやめて、頭を左右に傾けてください。では動きをやめて起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか？股関節周り少し柔らかくなったでしょうか？今日はこれから雨が降ってくる予報です。足元気をつけてお出かけください。では、いってらっしゃい。